落とし物だ。ねえ、わざわざメダルを届けに。助かるよ。まだまだ同志たちの結束は強いらしい。ああ、だがその評判が危機にさらされている。あの惨劇は語り継がれることになるぞ。この仕事にはつきものだろ。我々にはよくあることだ。なんだ、まだ何か言おうか。少し話をしよう。それから考える。座り。断る。さあ話せ。オナートンで何があった？言われなくてもわかるだろう。レーシェンを片付けた俺にいくら払おうとしたと思う？100か。だったらよかったよ。12だ。信じられるか？たったの12食らうんだぞ。契約の材料費にしかならない。いくらの約束だったんだ？その数倍だ。だがいざ支払う時になったら想像がつくだろう。お願いです。子供が飢えていて、戦争が神のお慈悲をとかなんとかさ。まあな。だが殺す理由にはならない。話は終わってない。俺は金が用意できなければレーシェンの方がマシだと思わせてやるとやつらに伝えた。そうしたら長老が急に態度を変えて言ったんだ。ウィッチャー落ち着いてくれ。ここにいる皆で納屋に金を隠してやる。男爵に奪われないようにな。さあこっちへってな。俺は信じた。そして一人が俺の気を引いている間に他の奴が熊手で背中を刺しやがったんだ。それで村人全員を始末することにしたのか。お前ならどうした？裁判官に苦情でも申し立てるってのか？認めるよ。ついカッとなって思わずな。クソみたいな報酬には慣れてる。仕事が終わったら唾を吐かれたりするのも日常茶飯事だ。だが数クラウン欲しさに命まで奪おうとするか。そんなクズどもを守らなきゃならないのか。それで剣を抜いた。収める頃には地面は血まみれだった。なぜ少女を生かしておいた？それは関係ないだろう。関係なくてもいい。答えろ。妹に似ていたんだ。俺が猫竜派に連れて行かれる直前に見た妹の姿にな。今はどうしてる？10年ほど前に死んだ。寿命さ。さて、ウィッチャー同士で腹を割って話ができたわけだ。どうするよ。罪のない者もたくさん死んだ。ああ、その通りだ。頭に血が上ったんだ。後悔してる。これが初めてじゃない。そうだろう。殺意が芽生えたか。いいだろう。剣を抜け。もう話は十分だ。剣を構えろ。さっきまでのおしゃべりは何だったんだ。お前と違って俺は相手に自分を弁護する機会をやるんだ。かっこつけやがって。抑圧者たちの守り人ってかい。春ツバメを飲んでもいいかな。負傷してるんだ。公平に戦おうぜ。公平さを重んじているようには見えなかったかな。うん、もちろん俺が有利な時は別だ。そうか、ならダメだ。剣を抜け。
らかに眠れ。他の何かに見つからないうちに子供の元に戻るとしよう。それに奴はもう誰も襲わない。それでおばさんのところに連れて行ってくれるの？ここにはいたくない。そうだな、行こう。ねえ、肩に乗ってもいい？髪の毛を引っ張らないと約束できるならいいぞ。それなら乗っていいぞ。おばさん、ルーシーおばさん。ミリー、悪い子ね。こんなところでどうしたの？村のみんなが、だから、私。俺が説明する。あっちに行って少し遊んでいてくれるか。オナートンで惨劇があった。あの娘以外に生存者はいない。そんな、何があったの？盗賊の襲撃？いや、別のウィッチャーの仕業だ。村人がそいつを怒らせた。噂は本当だったのね。あなたたちはみんな残酷な人殺しなのよ。例外はいる。その男は罰を受けた。それで十分だろう。なんですって？それでみんなが忘れるとでも思うの？いや、忘れはしない。これまで通り俺たちを恐れ憎むだろう。もう慣れた。だがいいんだ、和解のために来たわけじゃない。あの子を頼めるか？正直なところ、あなたが連れて行った方がいいくらいよ。なんだと？俺を人殺して呼んでおきながら子供を預けたいのか？あの子にひもじい思いをさせないで済むでしょ。自分の孫が4人いるの。昔は6人だった。去年の冬、2人亡くしたわ。木の皮のスープだけじゃ生きていけない。食べ物にだけ使え。もし戻ってきて酒を飲んでいるのを見つけたら。こんなに？神のご加護を、何度お礼を言っても言い足りないわ。そろそろ出発する。もう？どうしてなの？ウィッチャーの運命だ。常に旅をしなくちゃいけない。いつかまた会いに来てくれる？ああ、達者でな。ミリー、こっちに来て。小麦粉を買っておばさんがパンケーキを作ってあげる。どうかしら？
剣は剣より強いんだ、だろう？またテメリアからの流れ者か。聖堂衛兵団に入団したいのか。そこのあなた、ちょっと覗いてください。なんだ、ダイサート伯爵か。依頼の件で来たのか。ウィッチャーを探してるんだろう。そうだ。だがその辺のゴロつきでは困る。ネコリュウ派のウィッチャーは悪名高いからな。お前はどこの出だ。狼リュウ派だ。ああ、そいつはいい。そこのウィッチャーを知ってる。バーナバス、違うな、そんな名前だったか。まあいい、当座の問題に移ろう。少し前にノビグラドの東にある邸宅を購入した。売り主は処分しようと躍起になっていたんだ。最近になってその家が呪われてると分かった。前の持ち主が急いで売ろうとするわけだよ。私は幽霊の存在など信じないが、召使いによれば夜に家が揺れ、壁はボロボロと崩れ、なんと床が動き回ったりもするそうだ。なんとか解決できないだろうか。
まずは報酬の話がしたい。先に金の要求か。仕事が終わった後ならわかるがな。引き受ける価値があるかどうか確かめておきたい。呆れたものだ。ノビグラドに着くなり大酒を飲んで酔っ払ったと見える。いいだろう、行ってみろ。どれだけ支払えば満足だ。よし、決まりだな。わかった、調査してやろう。どこにあるんだ？敷地は果樹園と隣接してる。家自体は簡単に見つかるはずだ。壁一面にひびが入ってる。これが鍵だ。幸運を祈る。また来たのか、リビアの流れ者。外に英雄がいる。まずいな。神を呪いたくなる天気だ。何の用だ、厄介者め。善人はお前を見張ってるより破壊を。行け。建物全体が揺れてるが、攻撃はしてこないのか。住人は慌てて逃げたんだな。塩が撒かれてる。幽霊を追い払うためだろう。無意味な迷信だ。この割れ目から風を感じる。何かありそうだ。
ばらく誰も来ていないようだな。普通の植物の根ではない魔法だな。呪縛が解けかけている。あと数日遅ければ大暴れしていただろう。まずは解放し、それから倒してやる。この支えがなければ崩落していたな。
遅いぞ。悪魔の子だ。ユースタスはどうした？死体の運搬はあいつだろ。邪魔だ。惚れ込んだ女がいた。俺に構わないでか。なんだ？もう家に悩まされることはない。少し修理すれば入居できるだろう。本当か？これで物件の価格が急上昇したぞ。何が問題だったんだ？土のエレメンタルが地下室に閉じ込められていた。抜け出そうとして家を破壊しかけていたんだ。はあ、幽霊よりはるかに興味深いことは確かだな。さっき言っていた地下室だが、人は住めそうか？なんとも言えん。見てのお楽しみだな。ああ、報酬だ。どうぞ。それでは。この無職の楽しみ。
契約の話をしに来た。契約？ああそうだな、承認したような覚えがある。どうも化け物が市民を襲っているらしい。オクセンフルト中の排水路に死体を捨ててやがるんだ。自分で調査しないのか？今は戦争で忙しい。排水路を掃除してる暇などないんだ。報酬について話そう。決して失望はさせないと誓おう。我々は誇り高きレダニア軍だ。ウィッチャーを雇う財力はある。確かに困難な仕事には適正な報酬を支払うべきだが、あまりに高すぎる。そんなには出せないぞ。いいだろう。その額なら喜んで支払おう。仕事を引き受けよう。詳細を聞きたい。知る限りのことを教えよう。犠牲者の死体を調べたい。ただの死体だぞ。傷を見るんだ。怪物の種類がわかるかもしれん。医者に聞け。死体が焼却されたかどうか知っているだろう。川岸の小屋にいるはずだ。我が軍の死体安置所になっている。目撃者は？怪物を見た者はいるか？ある女性が襲撃を生き延びた。それ以来常に酒を飲んでいるらしい。話がしたいならオクセンフルトの酒場を当たれ。報酬の件でごねたりしないだろうな。ああ、早く片付けたくてね。消えろ。手触りだ。足元に注意しろ。医者だな。怪物の犠牲者を見せてほしい。ああそうだな。まだ焼却していない。手配しないとな。検視はまだやらないのか？必要ないだろう。安いワインの匂いがする物乞いやホームレスだぞ。見ても構わないか？はっきり言うと嗅ぎ回ってほしくはない。命令書を持って戻ってこようか？やれやれ、強引だな。ほら、死体安置所の鍵だ。好きなだけ見ろ。赤を赤、黄色を黄色、白を白に切り替えよう。実におかしい。普通の人間なら貧血と診断するところですね。ただ、ウィッチャーの体と人間の